皆様こんにちは。本日ご紹介するのはこちらです。見えますか？緑色です。実はこちらのドリンクには地球を救うかもしれないあるものが入ったドリンクなんです。それではいただきたいと思います。うまい。これで今日も健康を手に入れました。というところで本日はこちら、緑色ユーグレナの紹介をさせていただきます。皆様ユーグレナってご存知ですか？学名ではユーグレナと呼ばれ、和名では緑虫と呼ばれております。虫と聞いてってこう思う方もいらっしゃるかと思うんですけども、虫じゃないんですね、昆虫でもないんですけども、実際に動物であり植物でもあるんです。わかりやすく言うと、ワカメや昆布などと同じ藻の一種になります。大きさなんですけども非常に小さいですね。0.06 ミリから 0.09 ミリで顕微鏡でしか見えません。それでは、この小さな小さな体に秘められた奇跡のパワーを説明していきたいと思います。ユーグレナには人間に必要な栄養素、肉、魚、野菜といった、ビタミンやミネラル、アミノ酸、不飽和脂肪酸などの59種類の栄養素が含まれております。その59種類の栄養素の中には人間の体内では作ることができない、食品からしか摂取できないものも含まれております。具体的にはじゃあユーグレナ 1g あたりで、そうですね、食物繊維でしたらサヤエンドウが 5.4 個分、ビタミン B2 でしたら、鶏ささみが1枚分、亜鉛でしたら、シジミが、10.7 個分、ベータカロテンは金柑 16.7 個分、そして葉酸、葉酸はワカメだと 1kg にもなるんですね。もうこんな量ですよね。その59種類の中で今ほんの一部の例えをお話ししましたけども、まず食べることができないんですね。1日に、全ての栄養源の食材を、揃えて、その摂取することがやっぱ困難で、続けることっていうのが難しいかなとも思います。そのところユーグレナに関しましては、ユーグレナの粉末をこれ水に溶かしたやつなんですけども、これだけで栄養素を摂取できてしまうんです。すごいですよね。驚きポイントはまだまだあります。それはユーグレナの、体内への吸収率ですね。よく好きなものばかり食べて食事が偏ってしまって、野菜もしっかり取らなきゃなって思っている方もいらっしゃるかなと思うんですけども、例えば主な野菜の、栄養素としましては、ビタミンだったりそのミネラル、食物繊維など、様々あるんですけども、実は植物には細胞壁という壁に包まれてるんですね。なので実際に体内に吸収される、栄養素の、消化率っていうのが、40% から 50% っていうふうに言われてます。つまり野菜本来のスペックを 100% 吸収できていないことになるんです。その点ユーグレナは、硬い壁ではなく膜なんですよね。柔らかい細胞膜に、包まれているので体内の消化率っていうのがこれなんと 93.1% もあるんです。これちなみに点1っていう小数点まで数値化されてるっていうのはかなり正確に研究されているっていうことになりますね。この 93.1% の吸収性を持つことによって効率的に栄養素を摂取することが可能になってきます。ちなみによく質問があるんですけども、青汁との違いって何ですかって聞かれるんですが、青汁は野菜の栄養素を、効率よく摂取できることに対して、ユーグレナに関しましては先ほど申し上げたように、肉、魚、野菜の栄養素を効率よく摂取できることが、可能になるといった違いになっています。ここまでは、吸収のお話をしましたけども、実はですね、デトックス効果も、優れているんです。デトックスといえばこれは例えばじゃあヘアケアで例えますと、クレンジングですね。ヘアケアで最も大切なのは、クレンジングになります。今私もつけているそのジェルとかそのワックスとか花粉であったり、
まあ、外的要因から受けるものですね。あとは皮脂分泌とかの、ね、油も詰まってますね。その汚れをしっかり優しく洗い上げてくれること、刺激を与えずに洗い上げる、そんな、ヘアケアでは、シャンプー、クレンジングが最も大事かなと思います。そして次にはスキンケアなんですけども、スキンケアでじゃあ最も大切なものは何かっていうと、やはりこれも、クレンジングになります。まあ、あの髪と同じようにお肌もやっぱり付着物がやっぱありますので、まあメイクもそうですよね。まあこちらをお肌に優しく、自分に見合ったものをこう選んでいただいて、クレンジングしていただくことが、大切かなと思います。では体内インナービューティーで最も大切なのは何かってとこなんですけども、そうなんです、はい、クレンジングです。そうなんです。ユーグレナには、パラミロンという、特有成分があるんですけども、パラミロンが、実はあの体内 の, そのクレンジングマスターになるんですね。まあ、現代社会におきまして、どんな食材、まあ、食品とか調味料もそうなんですけども、食品添加物っていうのが、加えられている時代になってます。で、高カロリーな食事が多かったりする時代にもなってるんですけども、まあ、そのためアレルギーだったり冷え性、代謝不良だったり、あの肌荒れもそうですね、あと便秘などもそうですね、もう起こしやすくしてしまうんですね。まあ、そこであの、まあ、クレンジングマスター の, その腸内 の, そのお掃除職人パラミロンが腸内にこう溜まってしまったその脂肪だったり、そのコレステロールだったり、あとはあの添加物だったりを、吸着してこうガーッとこういきまして、ポーンとこう出してくれるような、まあ、そんなあの効果が期待できるんですね。このパラミロンは、なんとあのこの地球上におきまして、このミドリムシの細胞の中にしか、存在しない成分となっております。いや、ほんとすごいですね。まあ、そしてなんと、このパラミロンは私たちの体の免疫力を高めてくれるっていう効果も出てきてます。免疫の強い状態っていうのは、まあ、どういったことかって言いますと、まあ、細菌だったり、カビだったり、そのウイルスだったり、跳ね返すことができるんですね。ところが、免疫がこう弱ってしまっている状態っていうのは跳ね返すことができず、どんどんそのカビも細菌ウイルスがもう体内にも入ってもう侵食されていってしまうんですね。まあ、このパラミロンっていうのが体内に取り込まれると、腸内の、免疫細胞がパラミロンをそのバイ菌と勘違いしてくれるんですね。なんか司令官みたいなのも腸内にいるんですけども、来たぞバイ菌が来たぞ、実はこれはパラミロンなんですけども、まあ、勘違いしてくれるんで、そうすると腸内の、免疫細胞たちが来たなバイ菌やっつけてやるぞみたいな感じで活性化してくれるんですね。まあ、言い換えれば腸内をその鍛えてくれる食物繊維なんですね、パラミロンは。で、ここ最近では、日本農芸科学会の2020年度大会におきまして、ユーグレナおよび、パラミロン、特有成分のパラミロンが免疫細胞や、神経細胞に作用することを、示唆するっていう研究結果を発表されたみたいですね。まあ、つまりこれ何が言えるかっていうところなんですけども、研究データに基づきユーグレナおよびパラミロンは栄養素を効率よく摂取できるもの、そして免疫力を高めてくれるものですよっていうのが科学的に実証されたんです。ちなみになんですけども、私は冒頭にユーグレナは地球を救うかもしれないっていうお話をしましたが、私たち人間が、排出している、まあ、普段呼吸しながら排出している二酸化炭素なんですけども、ユーグレナは二酸化炭素を吸収して酸素に作り変えてくれるっていう習性を持ってます。酸素を作って栄養価が高くて免疫機能も高めてくれる、もうまさにこれは、人類の救世主とも言えるんじゃないのかなと思っております。まあ、ぜひ、皆様も、まあ、私もそうなんですけども、夕暮れな時間を始めてみてはいかがでしょうか。まあ、今回私がお伝えしました夕暮れな情報っていうのはほんの一部にしか過ぎません。また次回の動画でお伝えできたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。